デカキン TV レディーゴー。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ。今日はこの方が来てくださっています。どうぞ。アッス。はい、カノです。どうもカノです。はい、カノくんよろしくお願いします。お願いします。はい、お邪魔させていただいて。いや、こちらこそよくこんな遠いところまで来てくださいました。こんな田舎まで。まあ1時間ちょいぐらいかなって。毎回ね、うちに来た人、毎回苦情言ってくるんですよ。テンチムさんなんて陰口で言ってたらしいですからね。マジ遠いんだけど、出かけの家みたいな感じで。あ、陰口言われました。バッて言っちゃいますよ。あ、さすが。そっちの方がうれしいですからね。はい、うるせえって言いそうになりましたけど。そっちの方が嬉しいです。結構実は2人で買い物行ったりとかしたんで、そうですね、はい、もう話したい話は全部話し終えましたよね。確かに。あ、動画で話せる内容はもうないっすね。もう正直ないっすね。はい、今日の企画はなんと、はい、2人でチャーシュー作りー。でかっ。今回はあえて豚じゃなくて牛にしました。牛のチャーシューって聞いたことないっすね。僕ないっすよね、うん、僕のオリジナルでちょっと美味しいチャーシュー作りをしようかなと。あー、楽しみ。じゃあ早速料理行ってみましょう。行きましょう。はい、はい、それでは早速、調理の方をしていきたいと思います。あれ、ちょっと、カノくん、カノくんどこ行ったの。でかっ。お前でかっ。クジラなのかなって。クジラ。身長何センチっすか。僕176です。ああ、僕172や。俺より高いかなってワンチャンちょっと心配して、髪もちょっと立てたの。あ、それ負けないように。あ、それ仕様なんだ。それ仕様。ああ、火山みたいな感じ。いや、火山。ニンニクと生姜をまず刻んでもらっていいですか。あ、了解です。この日のために僕練習してきたんで、今までの動画は今日のためっすね。あ、もうそうだったのか。え、これってどうやってやるんですか。一回水洗いした方がいいです。水洗って。なかなか重労働ですねこれ。それだけでそんな言われる。デカキンさんが僕好きな動画あって、なんか、はい、デカキンさんが美味しそうになんかお店で食べてる動画、あれめっちゃ何回もずっと見てて、俺ハイジーさんとのコラボめっちゃ大好きですね。うわ、嬉しい。二人のなんか雰囲気がすごい合ってて、落ち着いた感じが。それは生姜は、はい。じゃあ続いてニンニクを、はい、うん、ニンニク焼くだけの料理とかありますもんね。ホイル焼きとか。あー、うん、次の日仕事なかったら絶対食べる。僕ずっとハーフだと思ってたのに違うんですよね。え、どことのハーフとか。いや、僕イタリアぐらい。あ、イタリアぐらい。普通の日本人 100% ですね、結構。はい、デカキンさんはどこのハーフなんですか。こんなに日本人みたいな顔してるやついないですよ。前はなんかうん、あの中国の一般人に似てますねって言われたこと。中国の一般人。中国の一般人、あと都会のモンゴル人にも似てるっていう。ビッグカメラとかで爆買いしてる中国人の方々に、はい、それも大きく平たく切ってほしいですね。あ、大きく平たく、人生みたいな。たまに深いこと言うからね。生姜とニンニクができました。じゃあこっからは僕に任せてください。なんでやるんですか。え、なおかしいだろお前。急にわけわかんなくて、お前カメラ持ったら急におかしくなるな。あ、やめろマジで。これ照明そういえば炊けるのよ。あ、そうなんですね。焼き上がっていい感じのように。焼き上がってるように見えたらダメなんだ。別料理なの、はい、チャーシューは普通醤油とかみりんとかそういうのでやるんですけど、 あえて今回はこの赤辛。赤辛の鍋の元でやります。ココアとかでやるのかな。いや、ココアでやんないだろお前。あんま、お前フランス料理だろお前。ちょっとまだ凍ってるな。本当ですか。あー、凍ってる。はい。あ、すごい。なんかすごいでしょ。紐で結ばれてて、将来の夢っすねこれは。なんか俺の顔面牛舎ね。こっからめっちゃ早くいくから。あ、力強い。よいしょ。あ、すごい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 。あ、すごい。これ料理はもうスピードですから、うん、そこで作って、そこっちでハンバーグみたいな。チャーシューをお前乗っけんだよお前。チャーシュー。ちょっとこれをここからですね、こう、うん、あ、一枚皮を。変態やっぱり。なんかえ、でも初めて見ましたねそうやってやり方。あ、すごい。本当にちょっと、まあ今ちょっと剥きすぎましたけど、うん、長くて深くて、うん、ちょっと、うん、本当にそういうチャンネルじゃないから。お互いそうだろ。お互いのためだろ。お互いのためにそっちをする。あ、でもすごい綺麗、色鮮やかで。なんかえ、もうこれ完成ですか。完成じゃない、まだゼロゼロ、まだゼロの状態。あ、そうなんだ。やっぱ慣れてる。なんか手つきが慣れてますね結構。結構毎日作ってるんですかこれは。ラーメンやってるわけじゃないんで。あ、違うんですね結構。仕込みに見えてきちゃった。なんかラーメン屋の仕込みに見えてきちゃった。そう言われると俺もだんだん、俺でさえも仕込みに見えてきたわ。あ、自分でさえね、うん、入りますそれ。あ、でも美味しそう。すごっ、うん、
やったことないよ、こんなの。さっき言ってたやつもね、なんかこれをずっとやろうと思っててみたいな。あ、そう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 。で、これ僕の放出してくれたんですね、僕の動画で。そう、本当はね、はい、あの一人でやろうと思ってたの。これは本当に時間かけてやろうと思ってたけど、せっかくなので。あ、せっかくなので。はい、ネギをこっちの鍋の方に入れます。あ、美味しそう。赤からわんの鍋はね、最高にうまいからね、うん、あ、これでラーメンとか入れてもすごい美味しい。あ、絶対美味しいですね。うん、蕎麦とか。あ、蕎麦でももちろんそう、うん、麺類だったら何でも合うし、うどんも合うしね。パスタとかも合いそうですね。どの麺類でもいいっつってんだから。確かでも赤から、僕愛知県なんで。あ、赤から。そうだね、多分そうっすね。めっちゃありますね、お店。そうだそうだ、うん、本店ほんと行ってみたい。赤から見て。あ、すごい、すごいでしょ。なんかイノシシみたい。なんかいや、イノシシギューっつってんだから。焼き加減がいい感じですね、これね。両面ちょっと焦げるぐらい焼いて、この中投入して。 あれが良かったんだよ。何だったっけ、圧縮鍋みたいな。あ、はいはいはい。 あれなんか使うと柔らかくなるみたいな。そう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 、すぐ。あ、給水タイムですね。凍ってるのはちょっと許してほしいんですよ。あ、だいぶだって3時間前から解凍してたから。ね、僕アイス大好きなんで。腹壊すやつだから。あ、そうか。これだけでも正直美味しそうですもんね、なんか見て。うん、全然美味しそう。まあ、もちろんまだ全然ミディアムレアの状態で、あれなんだけど、はいはいはい、全然美味しそうです。入れますよ。はい、ここ一番大事なシーンだからね。あ、これもうマグマみたいになってる。あ、ほんとだ。あ、すごい。ここに、せーの、おい。あー、すごい。手際がいい、すごい。フレンチ感覚にもなりそうというか。確かに。よいしょ。かっこいい、やばい。あ、ぶて。あ、かっこいい。全然はまんない。こっちね、行きたいよ、こっちに行きたい。なるほどね。うん、まあまあ、でも、転がしたりすれば。あ、でもめっちゃ美味しそう。やば。いや、これ部屋相当臭くなんだろうな。料理してなくても、まあ、料理してなかったらお前、じゃあそれちゃんと伝えてくれ。家来た時石鹸匂いだったよな。部屋の消臭剤も置いてるんで。ちょっと今までの匂いが強くなったなっていう僕の感じ。いやいや、違うお前。もうじゃあチャーシューだろ、だったら俺。しっかり目玉焼きで。目玉焼きでじゃないんだよ。トッピングもついてじゃないんだよ。お願い、美味しくなって。じゃあこれで待ちたいと思います。はい、待ちましょう。ということで、はい、見てください。はい。あ、すごい。すごい。すげえ。やっと煮立ちました。あ、なんかガストによくありそう。なんかいやいや、お前ガストもすごいよ。ところですけど、オリジナルなので。え、なんかさっきガスト嫌だなみたいな。いや、言ってない、言ってない。潰しに来たのか、お前。ネカゲンチャンネル。やめろ。いや、やっとできたんで、これ早速二人で全部食べたいと思います。そうですね。はい、食べましょう。え、そうなんですけど、僕なんか時間が本当になくて。僕時間がなくてって何。時間なくて、時間なくて、時間なくて。時間なくて。やべ、テロップ指示もしたのお前今。時間なくてって入れろみたいな感じで。時間なくて。あの、え、だってなんかさっきあの保存用に作ってるみたいな、そういうこと言ってたじゃないですか。いやいや、チャーシューは確かにラーメンとかで使えるからいいんだけど、はい、なんか自分用に作ってるのかなってさっきなんかちょっと思っちゃったんですけど、本当に僕時間ないんで、ちょっと一切れ。あの、こんな炭水込みで作ったのに一切れなんてことある。僕本当にこれ大好き。てか食べてなくても分かるんですけど大好きなんで、うん、持ち帰っていいですかこれ。なるほどね、うん、分かった。じゃあそうして。でさ、さっきの動画撮ったばっかだから汗だくだろ。ちょっとこれ確かに。これでちょっと鼻の下とかめっちゃ鼻水垂らしながらやってるみたいになる。確かにちょっと話しすぎましたね。そうですね、動画撮る前に。動画撮る前に、動画撮る前に話しすぎて、6時間ぐらい話したんで。ちょっと、いや、ちょっと6時間言い過ぎ。2時間半だお前。あ、2時間。あ、結構いってるね。でも結構いってますね。ちょっと1回切ってみましょう。はい、そもそもこれでまだ中が生だったら、はい、もうこの動画ではチャーシュー諦めなきゃいけない。確かに。よいしょ。あ、でもカレーの雰囲気はすごい。なんか、え、見てください。なんか赤からだから、いきます。はい。あ、熱っ。熱いですねそれ。すっごい熱い。お願い、全部茹で上がってて。あ、え、でも本当に美味しそうね。はい、いや、もっと本当は食べてってほしいのよ、おうちとしては。本当ですよ、僕も食べたいですよ本当に。じゃあまず俺からいただきます、はい、いただきます。めちゃめちゃ味が複雑なチャーシューができた。めちゃめちゃ味複雑。どんな感じですかじゃあ。高級チャーシューだわ。マジで。お前な、 M 取ってねえかお前。どこ取ってんだよ今。ああ、なんか鍋やるじゃないですか。はい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 、はい、あれになんか余った牛肉を押し込んじゃったみたいな。うわー、もうほんとね、台無し。え、でもいや、それは美味しいんですよ。食べていいですかこれ。いや、もちろんもちろん。止まらないんで僕。いや、嬉しい嬉しい、うん。でもそうだね、でも味の複雑さ分かるよね、赤からの感じで。そうなんですよね、甘辛さとか出るけど、でも硬さの方が勝っちゃって、うん、なんかもうちょっと味が染み込んでればもっと美味しいかなっていう。牛だからだったのかな。あ、これがもしさ、うん、豚とかだったら
絶対美味しい。もっと染み込んでたんかな。じゃあ今度豚っすね。豚最後言い残すこと、チャンネルが、チャンネルも下の概要欄に貼ってあるので、カノっていう名前で僕やってるんですけど、はい、チャンネル登録よかったら、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。